さんこんにちは、登山の YouTuber 良治です、今回のテーマなんですけれども、ちょっとね、前回がね、日帰り登山ザクっていうね、ご紹介、ザックのことを私彼女って呼んでるんで、今日彼女っていう、言いたいかなと思ってるんですけど、今回については日帰りじゃないです。一泊二日以上のザック、長期重装用のザックじゃないですね、ザックも含めてご紹介できたらなと思ってます。長期重装一泊二日の参考っていうと、ザック自体もね、だんだん大きくなってきて、本当にね、登山のザックだなって思いながら多分背負う方、かっこいいですよね、大きいザックを背負って。で、その中で、私がね、日本百名山ハンター、完登するまでに使ったザック、全部で7個あるんですけど、主に、長期参考、一泊二日で使っていたザックっていうところを、3つご紹介したいかなと思いますので、最後までご覧いただきたいかなと思ってます。長期重装のザックとか一泊二日のザックを買うときに、ここはこういう方がいいんじゃないかなっていうのは、使った人目線でお話ができたらなと思っております。では、始まります。では、最初のザックのご紹介をしたいかなと思っております。ちょっとね、まず一番最初はね、こちらです。見えますかね、でかいですよね。私の上半身ぐらいの大きさぐらいがあります。オスプレイのイーサ70になります。ちょっと背負ってみるとこんな感じで、がっしりしたかもね。これを背負ってるだけで強そうに見える。これがね、オスプレイイーサ70になります。で、このザックね、普通のザックと何が違うかって言いますと、ちょっとやっぱ重いですね。アンチグラビティ、もうね、重力なんて関係ねえよというような意味なんですけど、ザック選びで一番大事なのが、肩で背負うか、腰で背負うか、どっちかなんですけど、これはね、どちらかというとね、腰で背負うタイプになってます。でザック自体も多分2キロぐらいあるんですかね。一旦これは全部つけた状態になってまして、ここです。ここに重心が行くようにしっかり前を締めて使うことによって重さを感じないようにする設計になります。でこのザックのね、良いところをどんどんご説明していきたいかなと思います。ザックのね、彼女の説明入りたいかなと思うんですけど、まずね、70リッター入るっていう大容量、なんで、これはね、ほんとね、長期参考向けのザックになってます。で、ザックの中って何が入るかっていうと、テント泊装備、要はテント、マット、シュラフ、寝袋ですね。シュラフ、あとはね、基本的に水分と食料が大半を占める格好、あと洋服持ちなんですけど、それを入れてね、このザックで言うと、4泊5日とかね、5泊6日とか、1週間でも多分行ける向けのザックになってます。なんで、1泊2日のザックにしては、正直ちょっとね、そんな入れるかって話なんで、あんま使わないです。なんですけど、やっぱアンチグラビティ、かっこいい、その2つなんか、かっこよすぎて買ってしまったと。で一番最初に使った時の思い出としては、2泊3日の、表銀座重装の時にこの子を使ってきました。全部入れた時の重さは確か25キロぐらいです。で私が体重60キロぐらいなんで、すごく、普通だったら持てないと思うんですけど、やっぱ腰で背負うっていうのがあるんで、平坦な歩きが多い表銀座のところで言うと、そこまでね、重さを感じず快適に2泊3日で行けたっていう思い出がございます。で、もう一つの特徴としては、この雨蓋が取れるような、かさぶた、雨蓋、よくわかんないですけど、上が取れる格好になっています。で、これがね、私ね、買った決め手でもあるんですけど、ずっと重装中歩いていくときに背負うっていうのはもちろんできるんですけど、要はテントを張って、このザック自体を置いた後から、アタックザックっていうところで山頂への往復ができる。さっきね、雨蓋になっていたのが、もう一つのザックに、ちっちゃなね、親ゴキブリだとしたら、これがゴキブリになります。はい、でこれをね、こうやって背負ってみると、あ、これ普通のザック本当にね、トレランじゃないですか、ちょっとね、お散歩行きますよーっていう時のザックになる。
なんで大型の時での、移動はもちろんちょっと山頂に行きますとかっていう往復にもそのアタックザックが上に付属しているっていうところが良いです。平坦な道、まあ、こういうモデルっていうところは腰で、やるモデル自体はね結構ねやっぱザック自体でも結構重いです。で重いんですけど腰で体重やるんで肩で背負うわけじゃない、肩に重心がかからないで腰で持つんで重さが意外と感じづらいっていうのが特徴にはなってきます。なんですけど私が実際に使ってみて思うのが、こう平坦なところを行くにはあんまり重さを感じないんですけど、結果上りが多かったらもちろんね足腰がこう階段とか、段差を上に登っていくときにやっぱ重さは直結するので上りはね結構重さを感じちゃうっていうのと動きづらいです。なんでこれでねジャンダルーム行けるかって絶対行けないですね。自信ないです。要は干渉しちゃうんですよね、こうやって動くと。やっぱザック自体でかいと岩とか顔料とかなんかが来てそのままね滑落してしまう恐れもあるので、正直顔料を歩くっていうところで言うとちょっとでかすぎる。なんでこれはあくまでもなんかね長期重装で平坦歩きとかそういった時に使うモデルかなと思っております。はい、じゃあ第2のザックのご紹介なんですけれども、正直今これがメイン使いになっているかなと思います。モンベルのグラナイトパック40かな、40リッターです。でかいですよね。でまず背負いまして、まずこれがね肩に重心が来るか腰に重心が来るかって話で言うと、結構肩と腰半々ぐらいな感覚のザックになってます。まあ、見ていただいて分かる通り、腰ベルトはねそこまで太くはないタイプで、なんですけどしっかりここにもなんか締まってる感もありますし、肩っていうところでも、程よく来ている感じがします。でこのザックの良いところなんですけれども、レインカバーが不要になってます。でレインカバーって雨が降った時にザックを雨から守ってもらうための、カバーなんですけど、これがね二重構造式になってまして、中の黄色見えますかね、この黄色が、雨を侵入することを防ぐものになっております。なんでレインカバー不要のザックとしてはめちゃくちゃまずいいかなっていうところで、重装中に雨が降ってきてめんどくせえなっていうのがないです。なんで中に物を入れてても濡れないっていうのが特徴の一つ目で、二つ目としては使い勝手の良さ、横もうしっかりこういうね、マットをつけることもできますし、逆側についてはちょっと拡張させてるんですけど、こういう風にね40リッターじゃ足らないなっていう時にこういうサブザック的なものをここにつけて持ち運ぶこともできます。この拡張機能で、アイゼンとか和感を、まあ、こんな感じにここにね収納することができるっていう形になってますので、非常にねオプション充実のザックになってます。であとね良いところがあんまりこれね軽いです。さっきね多分ね2キロ3キロぐらいのかな、詳細ここね乗っけとくんですけど、このザック自体ね非常に軽いんですよね、もともと。なんでモンベルのこのなんだろう重装系のザック、テント履きのザックにしては軽くて、重さも感じづらいっていうところは非常に良いです。あとはねこれね動きやすいです。さっきのそこまでねがっしりホールドされている感じはないので、多分ねこれはめちゃくちゃおすすめです。私もこれ友達が使っているの2人いまして、それを見てちょっと背負った時に俺のオスプレイのインスタでめちゃくちゃいいじゃん、しかも結構入るじゃんっていうのがあってこれを買いました。パクりましたね。こんな感じです。なんであと価格がね安くて、多分ね詳細ここに載っけるんですけど、多分2万円ぐらいだったイメージがあります。でオプションとかも入れてもそんなにしないので、いろんな使い方ができる。あとね使い手によっていろんなこういうオプションをつけれるっていうところは非常に魅力的なザックなんじゃないかなと思っています。はい、ではね最後のザックのご紹介なんですけれども、そちらがね前回日帰り登山でもちょっとご紹介しました FP ハイブリッド30になります。
30リッターしかないです。でこちらの特徴で言うと、UL ノースフェイサーの UL ザックっていう形になってますので、重さはね 850g ぐらいだったかな。ザック自体は重みはね全くないという形になってます。なんでこのザックを使うときは1泊2日で荷物が少ないとき、 UL 系での登山をするときっていうときはこちらに来ます。なんでスピードとかね負荷とかがかかりづらいザックになっているのがこちらになってます。まあ、ちっちゃいですよね。なんで小屋泊とかでもこのザックが使ったりとか、あとね、どこだったかな、ジャンダルム行ったときとか大キレット行ったときは圧倒的にこれ動きやすいんでこのザックを使ってました。でその時はね、あの岩稜地帯を行く時にこれがね上にあると邪魔になるので、多分横につけていたりとかちょっと工夫をして使ってました。なんでちょっとねザックの比較をしていきたいかなと思ってるんですけど、このねグラナイトパック40については本当にね、程よく入って2泊3日とかまで余裕でできるモデルになってます。で岩稜地帯も多分いけるとは思うんですけれども、正直このノースフェイスさんの FP ハイブリッド30は動きやすいので、岩稜行くんだったらこっちって決めてます。で、岩稜行かないとか、ちょっとあるぐらいとかの重装だったら、この、グラナイトパックを使ってまして、E370 については、もちろん岩稜自体ではこれは持っていけません。で、一番ね、量が多い、荷物が多い、長期参考の時は圧倒的にこれを使っております。最後にね、まとめをちょっとしていきたいかなと思っています。登山ザックのこのなんだ、テント泊のザックってたくさん種類があるので、まず自分の用途が何かっていうところを見て買っていただきたいかなと思ってます。で、最初ね、多分ね、でっかいザック買おうかなと思ってて、私はね、この70リッターのザックが始まってしまったんですけど、で、あんまり多いと自分の首を絞めると思います。これぐらいの70リッター使う、あの夏山っていうと本当ね4泊5日とかレベル、もちろん調理器具とかそういうのを多くしたい人だってこれぐらいでもいいかもしれないんですけど、スピードは格段に落ちると思います。多分ねコースタイム通りコースタイムよりちょっと遅いぐらいでゆったり歩くんだったらこれぐらいもう重くてもいいかなとは思うんですけど、自分はそれはもうできないですね。なんでメイン使いとしてはこのグラナイトパックぐらいの40から50リッターぐらいのものが多分一般的な夏山アルプスとかにはいいモデルかなと。であとはね岩稜地帯とか行くんだったらより軽いモデルで動きやすさを重視するような、テント泊のザックに切り替えるなど、ザックによっても用途によって全然どれを選ぶかどれを背負うのかっていうのが違ってくる感じになってます。なんで3泊4日と4泊5日と荷物を持つときは、岩稜に行かないときはもうたくさん背負っていくザックを背負いますし、岩稜行くんだったら軽いザックを選びますし、そこまで岩稜がたまに出てくる後ろ縦山とかそういう重装とか行くんだったらこのザックっていうような形で、まず自分がどの、山にメインで行くかとか、今年の夏行くんだったらこういう山行くから大体これぐらいのサイズ感がいいかなって言ってザックを選んでいただくのが一番よろしいかなと思ってます。で、各メーカーによっても特色がね違う、この腰で持つか肩で持つかで、多分 UL 系は基本肩で持つタイプが多くて、旧メーカー系じゃないんですけど、オスプレイさんとかね、まあ有名なところにつきましては多分、ね、腰で背負うタイプが多いかなと思います。まあザック自体もやっぱ重さがあるので、その重さを加味して自分の体力とかも含めてどの重さがいいかな、背負い心地がいいかなっていうのを確認して買った方がよろしいかなと。まあ、詳しくはね、店員さんに聞いて、まあ、どれぐらいの容量で、どれぐらい参考に行こうってなったら、多分一体が決まってくるかなと思います。で、多分ね、2泊3日とかぐらいまでだったら50リッター。多くても50リッター。1泊2日だったら30から40リッターっていうところが、私の中ではおすすめかなと思っています。まあ、ちょっと私のギア紹介っていうところ、第2弾。にはなっていたんですけれども、テント泊のザックっていうのはこちらで、一応ね日本百名山の山をこれを使って登りきることもできました。なのでぜひちょっとねこれからも、他のねギアとか実際私使っていたもののレビューとかそういうのもしていきたいかなと思いますので、また見ていただけたらなと思っております。ではこれで、今回の、マウンテングラフィック終わりたいかなと思います。今後も応援並びにチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご清聴いただきましてありがとうございました。